当に応援できないっていうか、応援してなんか例えばその自分が言ったことによって下手に受けて浪人させちゃっても責任取れねえしなとか、いや逆にそう言われてんのに受かったら俺は伝説になるみたいなみたいなつもりで武田塾チャンネル。いや来ました京都校。はい、はい、京都です。ね、やっぱその全国悩んでる方いっぱいいると思うんで、はい、どうやって勉強したらいいのかなって悩んでる生徒が多いです。はい、なので、はい、そんな人たちのですね、悩みをぜひいろいろ答えていきたいと思って、はい、せっかくなんでね、今回は関西編ということで、はい、まあでもやることはどこでも変わらないので参考書は同じです。はい、そんな悩みを解決するこの番組は受験相談 SOS。川田先生、はい、今回の質問ですか。自分の志望校が周りと結構違うんですが、うん、それで不安です、うんうん、それでも志望校を貫いて大丈夫でしょうかという質問が届いてます。ね、まあ例えばですけど、はい、そんなに進学校じゃないと、はい、だけど自分は早慶行きたいんだみたいな、もうなんていうか自分の学校から早慶誰も出てないとか、はい、指定校推薦しかいないみたいなケースで、はい、だとなんか何早慶とか言われちゃうみたいな、ね、結構あったりするじゃないですか。はい、高田先生実際どうでした？僕自身も結構兵庫県の全然有名じゃない公立高校で、まあ学年に兄弟が2人いるかなみたいな、うん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 、1人の年もある、うん、いない年もあるみたいな、うん、そんな感じの高校でした。はいはいはい、でその中で実際京都大学に合格したんですけど、やっぱり目標をやっぱ立ててほしいですね。学年で1人受かる大学なんだったら、うんうん、ナンバーワンを目指さないといけないじゃないですか。そうですね、なので僕はその度模試の時はもう絶対1番取るぞってつもりで勉強してました。学校のテストは、はい、学校の定期テストは結構捨て気味で捨て気味で模試ではい、そうなんです、そうなんです。なるほどね。実際周りからはどうでした？頑張れって感じだったか、それとも京大とか言って何人かいやー、そうですね、うん、結構京大志望って言いながら、うん、学校の授業内職してたりとか、そこも悪かったので、うん、ちょっと無理なんじゃないのみたいなオーラは確かに言わないですよ、誰も言わないですけど、はい、感じてましたね。なるほど、はい、それで負けるかってつもりで、うん、雑草魂でひたすら勉強して、模試で1番取って、うん、でそう結果出すと結構前の見方とかも変わるじゃないですか。結構そこから応援してくれるようになった感じ。そうですね、初めは結構判定も悪かった時は、うん、本当にいけるのみたいな、いけないんじゃないのみたいな空気だったんですけど、模試で結果が出てくると、うん、頑張れよ絶対来るぞみたいな、はい、結構前の対応も変わったりしながら、うんうん、その、まあ、応援を受けて勉強したって感じですね。はい、まあ、でもこれ結構大事というか、まあ、割とある話で、はいはい、まあ、なんていうかこう素直に応援できないっていうか、応援してなんか例えばその自分が言ったことによって下手に受けて浪人させちゃっても責任取れねえしなとか、なんかこうね、その自分たちのラインより上行こうとしてなんか調子乗ってんじゃないのみたいな感じで言われちゃうこともあるしみたいなので、やっぱその素直に応援できないっていうのは結構やっぱあるかなとは思うんですよね。だからなかなかやっぱ応援してもらえないと思うんですよ、まあ、周りと一緒のとこ行かない、ね、行かないっていうのは、はい、やっぱ出る杭は打たれるじゃないですけど、はい、あんなこう応援はしてもらえないですよ、なかなか最初は、うん、結果がやっぱ全てですね。結果悪いとやっぱりきついんじゃないのっていうふうに言われちゃいますね。あとね、結構その貫くこと自体に不安になってしまってるようだと、やっぱ最後まで貫けないとは思うんで。あ、そうなんです、はい、うん、本当にその通りだと思います、はい、だからね、周りからそうやって言われて例えば慣れちゃったとか変えた方がいいのかなと思ったら、はい、いや逆にそう言われてんのに受かったら俺は伝説になるみたいなみたいなつもりで、なんかそれこそね、その気持ち大事ですね、はい、そうですね、はい、だけどでもこういう風に言ってるとなんか高いところだけ目指してるような話に聞こえるじゃないですか、はいはいはい、逆でなんかめっちゃ進学校なんだけど、はい、専門学校行きたいとかなんかやりたいことあってなんかもう大学とか別にいいかなっていう人だとこれもまた大反対されるじゃないですか。あ、確かに確かに、はい、もう行けるのに上行かないのみたいな、そうそうそう、はい、こっちの方が逆にきついかもしれないですよね。そうですね、はい、私はやりたいことあるのに決まってるのに、はい、ここの大学しかできないのにみたいな気持ちもあって、はい、それはちょっと教育者としてね、はい、その子を応援してあげてほしいなとは思うんですけどね、うん、
まあでも例えばこれがリアルその生計立てられないレベル、その生活なんて仕事としてとかってなると、はいはい、これだともう親も反対しちゃうし、漫画家とかミュージシャンとか、そういう芸術系が多いですかね、はい、スポーツ系とか。だからこれは上目指す以上になんていうか、その、ね、上っていうのもなんか言い方変かもしれないですけど、だから多分あの反対される覚悟を持ってそれでも貫ける意思がなかったら相当辛いとは思うんですよね、はい、貫いて実現させることは素晴らしいとは思うけど、やっぱりなんていうかリスクが伴うって思っといた方がいいかなっていう、ところですね、うん、で上を目指したいって人は本当にもう自分が伝説になるんだと、はい、これを勝ったらかっこいいぞと思いながら必死で勉強してください、はい、周りのみんなができなかったってことは周りと同じやり方では受かんないんです、うん、自分のやり方で誰にも負けないぐらい勉強して、そうですね、栄光をつかみ取りましょう、はいはい、ぜひ、まあね、自分だけの、ね、目標があるって人はぜひそれをそのために頑張ってもらえればと思います。今回は以上です。中森先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね、新企画 の、 あの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってるのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。